はい、皆さんどうも、橋本でございます。今日からブルックナー交響曲第4番の解説に入ります。この4番のベースパートも楽章によって難しい部分と優しい部分の落差が非常に大きいことで知られています。特に第4楽章の6連符の連続した部分になると本当にいやらしいぐらい6連符が出てきますので、ポジション取りにも非常に苦労すると思いますので、そこは第4楽章の場面でたっぷりと解説をさせていただきたいと思います。今日は第1楽章1回目、冒頭から118小節目までを解説していきます。冒頭は2分の2拍子で始まります。でベースは最初ピアノ3つからのトレモロから始まります。で音量はピアノ3つになりますので、曲よりでも大きくなりすぎないように注意してください。で弾く場所もあまり根元にやりすぎると大きくなってしまいますので、真ん中より先の弓先で弾いていただきたいと思います。で5弦の方は一番終わりになります17小節目からの3小節間の S を、5弦の方はこの3小節間を全てオクターブ下げて弾いていただきたいと思います。長い休みがありまして、その次は51小節目から入ります。まずボーイングなんですけれども、ここは大きく2つのパターンを説明します。まず1つは一般的なダウンから始まって後半の3連符をダウンアップアップと弾く方法、ここを弾きますと、一般的にはこのボーイングが正当なんですけれども、この部分だけ音量が不足してしまうという不利な点があります。でそれを解消するためにダウンから入ってずっと弓順で次の小節をアップで割るという方法があります。この場合はちょっと変則的なんですけれども、最近はこの形のボーイングも増え始めています。最初から最後までフォルティッシモのテンションが維持できるのであれば、一般的なダウンアップダウンアップアップのボーイングを取っていただいても構いませんし、あるいは自信がなければ先ほどのダウンからの弓順で弾いていただいても構いません。全て弓順で弾いた場合、逆弓になる小節が2箇所あります。でまず56小節目、その前からダウンから入りますので、弓順で弾く場合は56小節目が逆弓になります。でもう1箇所は61小節目、59小節目のダウン入りになりますので、60小節目の2本が逆弓で、61小節目がアップから入っての弓順。弓順で弾く場合はこのようなボーイングとなります。63小節目は弓順で弾く場合はダウンから入って、その次の小節の全音符の D がアップで弾く形になります。で一般的なダウンアップダウンアップアップのパターンで弾く場合は、ちょっと変則的になるんですけれども、その小節内で1回分替え弓をしていただきたいと思います。今の63小節目のポジションですが、でハーを1で取った後、第2第3の中間ポジションを使ってギスをまとめて取ります。でフィスト A を第1ポジションでまとめて取った後、次の D を2で取っていただきたいと思います。2で取ることによって次の小節の S のオクターブがポジションを変えずにまとめて取ることができます。でそのままオクターブをでもまとめて取るようにしてください。しばらくピッチカートが続いていきまして、アルコになるのが87小節目からになります。でここのボーイングは小節ごとにダウンアップアップダウンアップアップの繰り返しで弾いていただきたいと思います。で最初の2オクターブのゲストの跳躍ですが、下のゲストを1で、ここから一気に跳躍して4で取る形になります。であとは F からはオクターブになりますので、下の音は開口を使っていただいて構いません。その後もピッチカートがついていきますので、ポジションは問題ないと思います。でこの部分のリズムは小節ごとに不規則になっていますので、特に休符をフライングする可能性もありますので、もしフライングしてしまった場合は休符に丸をつけるなどして対処していただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。51小節目からのボーイング、これも非常に解釈が大きく分かれるんですけれども、アマチュアオーケストラで演奏する場合はこの2つのボーイング、どちらが適切なのかを必ずチェロと一緒に確認をしていただきたいと思います。もちろん C 社によっても解釈分かれますので、どちらのボーイングを取るかというのを決めていただきたいと思います。第1楽章1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。